惑星 SR388。 そこで発見された未知の浮遊生命体メトロイド。他の生物に取り付いてエネルギーを吸い尽くす恐るべき能力を持つ。一度は根絶したはずのメトロイドを確認した銀河連邦は一人のバウンティーハンターを送り込む。その名はサムス・アラン。メトロイド、サムス・リターンズ。サムスの任務は全てのメトロイドの殲滅。それは惑星の地下に広がる迷宮を探索しながら自ら新しい道を切り開いていく過酷な任務。球体に変形するモーフボール、敵を凍らせるアイスビーム、ロープ状のビームを発射するグラップリングビーム、連続ジャンプを可能とするスペースジャンプなど、さまざまなパワーアップが可能なパワードスーツを身にまとい、地下迷宮に潜む無数のメトロイドと対峙している。果たしてサムスは無事生還できるのか。さらにサムスに備わる新能力メレーカウンター、避けられない近接戦でサムスを大きく手助けする。迫り来る敵をひるませ強力な反撃を食らわせる。エイオンアビリティ、それは特殊エネルギーエイオンを消費して発動する4つの能力。スキャンパルス、周囲の環境をスキャンし隠された道を探し出す。ライトニングアーマー、電撃のフォースフィールドを身にまとい攻撃を無効化。ビームバースト、攻撃型ビームの超連射で敵を殲滅する。フェイズドリフト、時間の流れを遅らせ危機的状況を切り抜ける。それぞれの能力は組み合わせても使用できる。様々な武器、能力、アクションを駆使して地下迷宮を進むサムス。しかしその奥に待ち受ける本当の脅威をサムスはまだ知らない。メトロイド、サムスリターンズ。オリジナルサウンドトラックがついたスペシャルエディションも。メトロイド、おもろいの。アミーボ。メトロイド、サムスリターンズはアミーボに対応。エイオンエネルギーを補充できるリザーブタンクやギャラリーモードが追加されるサムスアランアミーボ、近くに潜むメトロイドをサーチする機能や、より難易度の高いフュージョンモードが遊べるメトロイドアミーボ、さらに大乱闘スマッシュブラザーズシリーズのサムス、ゼロスーツサムスにも対応。コンセプトアートやサウンドテストが楽しめる。アミーボ